佐々木希がドリフに大挑戦、大変光栄でした。エプロン姿にモンペ姿も公開。女優の佐々木希、35が22日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビドリフに大挑戦。ドリフ結成60周年爆笑大新年会 SP 来年1月1日午 5.00 に出演することを明かし、エプロン姿や頬を赤くしたモンペ姿を公開した。佐々木はこの度ドリフに大挑戦させていただきましたと報告。幼い頃から見ていたので、こうして出演できて大変光栄でした。元日は17時から美味しいご飯を食べながら、そしてまったりしながら、この番組を見て大笑いしてほしいなと思います。ぜひ見てください。と呼びかけた。番組のセットで撮影した、ダチョウ倶楽部肥後克広と俳優の勝地涼、子役の長尾柚乃との4ショットなどを公開した。別の投稿では、お笑いコンビ、平成のぶしこぶしの吉村崇との2ショットを公開し、吉村さんとコント、吉村さんの本番の凄さに感動、ご一緒させていただけて光栄です。と綴った。フォロワーからは、のんちゃん、かわいい、のぞみさんの新境地、元旦の楽しみが増えた、モンペすら、かわいく着こなすのぞみさんさすがなどの声が寄せられた。